おやおやおや、痩せのお姫様の危機を察知して護衛に馳せ参じたってところかな。おとなしくカルタでもして遊んでるか、手まりや人形を相手にしてればいいのにね。刀で刺し殺したとか、鉄砲で撃ち殺したとでも答えてほしいのかな。残念ながら殺してはいないよ。まあそうしたら喜ぶ鬼は山ほどいるけど、それじゃあ面白くもなんともないしね。ただもしかしたらこのままずっと目を覚まさず哀れ即身仏にってことになるかもしれないけど、面白い冗談言うよね、お前。そこでもし分かりましたってあっさり引き渡したら、俺何のためにこんなところまで来たのか分からないじゃない。ま、少し遊んであげてもいいかな。多少なら時間もあるしね。残念でした。どうやっても俺を倒して姫を助け出すことなんてできそうにないね。さあ、どうする？勢いをつければ届くとでも思っているのかな。
やってくれるじゃない。見ての通りだよ。それとも鬼が痩せ姫に狼藉を働くなんてありえないとでも思ってた？その質問に答えてあげる義理はないな。どうしても知りたいって言うんなら自力で聞き出してみたら？あれあれ、不思議だな。俺は指一本動かしてないのに、どうして怪我しちゃったんだろうね。なんだ、もう諦めちゃったの？それとも今のはどういう攻撃だったのか、ちっぽけな脳みそで必死に考えてる？いいね、いいね。正義貪欲なギラギラした瞳、罠にかかって死ぬ寸前のネズミそのものだね。いい格好だよ、ちょこまか鬱陶しい小ネズミちゃん。このまま喉笛をざっくり切り裂いちゃおうか。塞がるのに時間がかかりそうな深い傷をいくつもつけて、とことん苦しんでから死んでもらうっていうのも悪くはないかな。どう思う？深い傷をいくつもつけてやるとか、そりゃ面白そうだ。で、その傷とやらを受けるのは、もちろんてめえなんだよな。
ったく、こういう鬱陶しい連中が入ってこれねえように結界が張られてるはずなんだけどな。ま、ネズミやカラスってのはどれだけ対策を立てても入り込んじまうもんだし、しょうがねえか。やれやれ、ぞろぞろ群れるしか能がないお仲間が駆けつけてきたか。群れるしか能がねえだと、何も知らねえってのは幸せだな。その言葉、死ぬほど後悔させてからあの世に送ってやるぜ。こいつはめったに鞘から抜かねえことにしてるんだ。どうしてかわかるか？力加減を間違っちまうと確実に殺しちまうからだよ！まさかそんなことできるはずねえだろ。さあどうだろうね。信じるも信じないもお前次第だけど。くそ。へえ、なかなかやるじゃない。それじゃあこれはどうかな。くそ、たれ！
なんだかわからねえけど、形勢逆転って感じか。おじよ、先ほどから騒がしいようだが何かあったのか。やれやれ、本当に無粋な連中だよね。せっかく面白くなりそうだったのにさ。まあいいや、今日ここに来た目的はほぼ果たせたしね。そろそろ失礼させてもらうよ。何言ってやがる。見逃してやるとでも思ってるのか。悪いが、俺たちはそこまで親切じゃねえぜ。てあおっと、ちくしょう、どうなってんだ。それじゃあまたね。ゾロゾロ群れるしか能がない愚鈍で無知無能な現十騎衆の皆さん。待ちやがれてめえ。お嬢、人を呼んでくる。待っておれ。その間、姫を頼む。お嬢、大丈夫じゃ。わしらに任せて手を離すのじゃ。そんなにしがみついておっては姫を布団に運ぶこともできんぞい。それにお嬢も怪我をしておるようだ。恐ろしいことになってしまったの。まさかこの痩せの里に外の者が忍び込むとは。姫は
なぜ目を覚まさぬのじゃろうな。見たところ外傷もなかったようじゃし、そろそろ気がついてもいい頃じゃと思うが。毒を飲まされたんじゃろ。それで半ば死んだような状態になっておるのじゃよ。よほど強い毒を飲まされたのじゃろうな。人間であればすぐに死んでしまうほどの強い毒を。飲まされた毒の正体がわからぬことにはどうにもできんの。わしらにできるのは姫の体力が毒に勝ってくれるよう祈ることと解毒の方法を探すことくらいじゃ。まことに奇妙な話じゃの。その賊とやらは人間の身でどうやって結界を通ることができたのか。ん？どうしたのじゃ？興奮しておるようだがの。鳥居の近くで怪しいものを捕まえたらしい。ほい、行くぞい。お嬢はここに残って姫の様子を。お嬢、怪我も癒えておらんのだぞ。今は留守番をせい。姫のそばについていなさい。
だから俺は何もしてないって言ってるだろ。いい加減解放してくれよ。解放して欲しかったらさっさと正体を明かせって言ってるだろうが、何の目的でここに入り込んだ。なんでお前にそんなことを明かさなきゃならないんだよ。俺だってこんなところに来たくて来たわけじゃないのに。やっぱりこいつ姫を襲った族の仲間だよな。ちゃっちゃと吐かせようぜ。落ち着きなさい、千歳。まだ彼が姫に害をなすものだと決まったわけではないでしょう。じゃあ散歩してる途中で偶然ここに迷い込んだとでも言うのかよ。話はちゃんと聞きなさい。疑っていないわけではありません。決めつけるのは早計だと言っているんです。さっきの賊を探しにここに来たら、こいつが近くをうろついてるのを見かけたんだよ。で、話を聞こうとしたら逃げ出そうとしやがったからとっ捕まえたんだ。やましいことがなきゃ逃げようなんてしねえはずだからな。俺は何もしてない。いきなり犯人扱いしてきた、そっちが悪いんじゃないか。犯人扱いじゃねえ、犯人だろ。じゃあ、あいつを手引きしたのがこいつなんだろう。で、あいつを逃がすためここで時間を稼いでたに決まってるじゃねえか。お嬢の言う通りじゃ。この者が姫を襲った族と関わりがあるとは限らん。だが、お主にも疑われるに足る理由があるのも事実じゃ。なぜここに来たのか、理由を明かしてもらわねばな。八瀬姫に呼ばれたから来たんだよ。見えすいた嘘を言いやがって。やっぱりこいつの言うことは信じられねえな。俺は嘘なんて言ってない。あんたらの間でどういう説明をされてたかなんて俺が知るはずないだろう。どうしたんです？何か知っているんですか？何か事情があるかもしれませんが、今は気球の時ですよ。姫を襲った賊を捕らえるため、私たちは一刻も早く事態を把握した方がいいでしょうね。それとも、あなたのせいでその機会を失ってもいいのですか？
はて、なぜ我々に秘密にせねばならんのじゃろうな。まあ、今姫に直接尋ねることはできそうにありませんから、推測するしかないのでは。その一助とするために彼には正体を明かしてもらわなくてはなりません。それはあんたたち側の事情だろう。俺の方には名乗らなきゃならない理由なんてないぞ。まあそれでも構いませんよ。問答無用で犯人扱いされても構わないというのであれば、どうぞお好きに。千鬼丸な、だけですか、姓は。まさか姓を明かすことはできないなんて言葉を発しても許される立場だと勘違いしているわけではありませんよね。まあ決まってはいませんね。限りなく黒に近い灰色といった感じではありますが。いつもならばこのような無礼な真似はせぬのじゃがな。すまんが姓を明かしてくれ。姓は初霜だよ。初霜、元十二騎衆の初霜一族の者か。我々十騎衆はほんの900年ほど前までは十二騎衆と呼ばれていた。じゃがとある事情でそのうちの二家が除名され、今のように十騎衆となったのじゃよ。その時に外されたのがこの者の一族、初霜一族じゃ。東大の痩せ姫から手紙が届いたんだ。俺たちの一族に伝えなきゃならないことがある。初霜一族の今後についても話し合いたいってな。証拠はあるのか。あるよ。こいつが痩せ姫から届いた文だ。なるほど、これは確かに姫の字じゃな。姫からは以前初霜一族について相談を受けたことがあるからの。その話をするために呼んだのかもしれんの。それはどんな相談だったのですか。初霜一族をそろそろ十騎衆に復帰させてやってはどうかという話だ。俺は時期尚早だと反対したのだがな。
あとはまあ、昨晩我々にしたのと同じように、人の世の戦に関わるなと忠告するつもりもあったのかもしれませんね。だからって、こいつが犯人だって疑いが晴れたわけじゃねえよな。十二騎士を辞めさせられてるってことは波紋くらいじゃ済まない。お前、はぐれ鬼の一族だろ。はぐれ鬼なら姫を恨んでいても不思議じゃねえしな。そんなの知るはずないだろ。俺たちがはぐれ鬼になったのは何百年前だと思ってるんだ。それにこんなところ俺だって来たくなかったさ。でも八瀬姫がどうしても来いって言うから来てみたらこれかよ。お嬢、お主はどう思うのじゃ。やはり姫を襲った仲間かの。あなたにしてはなかなか分別のある答えですね。見直しましたよ。ほんの少しだけね。まだ彼が犯人だと決まったわけではありません。他にも疑わしい者が2名ほどいますからね。ようやく気づきましたか。もしかしたらこのままずっと彼らの存在に思い至らないのではないかと不安になってしまいましたよ。先ほどからどこを探しても見当たらないのです。楽しいお散歩か山歩きの最中ですかね。この彼を疑うのであれば、あの二人にも同じように疑いの目を向けなければ公平とは言えませんね。そもそもこれだけの一大事だというのに姿を消してしまっている時点ですでに怪しいですし。ひとまずかの者たちの行方を追って事情を問いただすしかなさそうだな。俺はどうすればいいんだ。疑いが晴れたわけじゃないってことは帰っちゃいけないんだよな。すまんが、今しばらくここで過ごしてもらうことになるの。賊を見つけるまでの辛抱じゃ。賊を見つけるまでって、そう簡単に見つかるのかよ。
こんなことならわざわざ来るんじゃなかったぜ。あの族が一体何者なのかはわからねえし、和武や和也がどういうつもりで里を抜け出したのかはわからねえが、俺たちがいる時に八瀬の里への侵入を許しちまったとなれば、十騎衆の直れもいいところだからな。あなたと同じ意見なのは甚だ不本意ですが、まあ間違ったことは言っていませんね。まずは和也と和武の居場所を突き止めねばならんな。お嬢、銀王にも探してもらうとしよう。Thank you.